これからメントラーカップのですね、瞑想で瞑想で自己コントロールし人生の難問を解決するというのを行いますのでよろしくお願いします。これでこの、こういった話っていうのは聞いたことはもうあります。インテルとかグーグルで催眠は瞑想というふうなものをやってるんですよとかって感じですね。でも こういったものが話題になってですね2年2、3年経つんですけども、この Google のマインドフルネス革命ってこういう本がありましてですね、でこの中には Google 社員が世界に5万人いるんですけども、この10人に1人が瞑想してるんでしょうというふうな感じなんですけども、であのすごいですね、10人に1人って社員で、もっとすごいのがその勤務時間中に瞑想していいんですよ Google の場合だと。どうですか、会社では普通はね、勤務時間中に瞑想したら寝てんじゃないって怒られてるんですよ、思っちゃいますけど、こんなことはいいですよ、なってるんですよね。で、インテルは、なんか、全世界に10万人ぐらいの社員がいるんだそうですけども、その全員にですね、9ヶ月間かけて瞑想のプログラムを指導してるとかっていう感じですね、なんていうか、してるんですよね。で、この世界のエリートはなぜ瞑想するのかっていう、こういう本が出てですね、聞いたりとか、それからできるビジネスマンを瞑想するっていう本が出てて、するんですよ。これで、この日経ビジネスはですね、このジョブズさんとかですね、稲森さんとかですね、安倍総理が瞑想してるんですよって書いてますね。でこれは、このお坊さんがですね、瞑想中にこのノウハウを測りましてですね、でその瞑想したらどんな脳の状態なのかっていうのをですね、このやったりとかっていうのがあったりとかですね。プレジデントっていうやつにはだいたいこれが出てから1年もう1年経つんですけども、これ Google とかゴールドマンサックスの会社が続々と瞑想を導入してますよねという感じにですねなってもいいんですね。だからこの超エリートがなぜ今瞑想に励むかとかですね、この自宅通勤電車オフィスで実践、今日私たちね2人ですね、通勤電車の中で瞑想してきたんですけど、立ってても座っててもできちゃうんですよ、瞑想が。で20分で自分が変わるとかですね、あと医師が証言とか瞑想で治る病気とかっていうのはこのところに書いてあったんですけども、で今日はこの成功能を作るメントラーカップ集中プログラムの中から、12項目を抜粋したうちの4つ目と。でですから毎週水曜日にですねやってましたやってますんで、隣にいる方はもう常連さんというか何時間も来ていらっしゃるという感じになっています。でこの内容っていうのはこのソニーでですね、その潜在意識活用法っていうのをずっと研究しておりまして、でその成果を皆さんにお伝えしようっていうのが感じになっていますね。で私の自己紹介なんですけども、このテルモの電子体温計お使いになったことあると思うんですけども、実はこれ私が作った体温計なんですよ。知りませんでした。それで、でその後ですね、陽電子工学の研究というんでですね、いろいろやってまして、テルモっていうと、あと尿試験紙とかっていうのが有名なんですけどね、それの自動読み取る装置とかっていうのを研究したりとか、あるいは手首で測る血圧計というの、こういうのを研究したりとかですね、してまして、でこれを研究するときにですね、このソニーのソリューション、ウィコマソリューションもですね、もうだいぶ高齢でですね、経営の第一線を退きまして、で自分の好きな名誉会長という職に なりまして、この人はもともと発明家なんですね。でいろんなものを発明するのが好きでですね、でそれで拡声器とかっていうのはこの人が作ったのかもしれません。拡声器、音を声を大きくします。あとネオンとかじゃないですか。昔銀座に行くとネオンがあっち行ったりこっち行ったりとか、ネオンのいろいろきれいにするのもこの人が研究した結果なんですよ。ほんで、それでこの、はい、どうぞ。エスパー研究所っていうのは、そうなんですよね。あとは出てきますんでですね。それはですが、何で聞かれた？そうなんですよね。それ、その研究所のですね、室長とか所長が書いた本もですね、そこに置いたんですけど、ちょっと出して、そのイルカマサラが見てるんで、
でこの人がですね手首で測る手首この当時ですねこれはあのエスパー犬のですね、所長とか所長であったりとかエスパー研究所っていうふうな名前だったりエスパー研究室っていう名前になったりとかそういういろいろしてですねでその人があのそうであったわけなんです。それで、手首で測る脈波をあの手首で測ってですねであのどんな病気か診断するというふうなのの研究をしてましてですねで私も手首で測る血圧でこの人も手首で脈波を測るというので手首つながりでソニーに来ないかという話になりましてですねこれでソニー社員になったとでソニー社員になりましてですねこれですねその本なんですけどこの伊深正氏が見た夢これの実現をするために、我々がですねあのいたわけなんですけど、ね、でこの創立者はですねある時東洋医学でもなくて西洋医学でもなくて第三の医学としての病気にならないかどうか調べるための研究をしなさいとこれからこの時代がやってくるんですよというふうな感じですね。これでこの時代を象徴するかのように茂木健一郎氏がソニー社員になってくれているとこれで、茂木健一郎氏はですねソニーコンピューターサイエンスラボラトリーというところに所属になりましてで私は生命情報研究所というところに所属になっているんですね。これでこれが生命情報研究所の発足会というふうな感じで社内で伊深会館というのがありましてですねその中で行ったんでこんな感じなんですけども、ね、でここに座ってる人がソニーのソリューションの伊深正氏でここにいる人がですね東大の名誉教授でですね何ちゅうたんか渥美和彦っていう人なんですよね。聞くと答えもやってくるんですよ。便利ですよ。とっても便利でいいんですけどね。でこの人はですねヤギに世界で初めて人工心臓をくっつけたっていう人工心臓の権威の人なんですけども、で晩年心の世界に興味があって持ってこっちの生命情報研究所の顧問になってたんですよね。でここに立ってるのが若い頃の私みたいな。でここにその緑のセーターを着てる人がエスパー研究所のですねこの生命情報研究所の中ではエスパー研究室というふうに呼んでるんで、これ室長さんなんですね。でこの人が傷んで CD から音が出たというすごい CD から音が出た東大の数学を出た天才なんですよね。でそういうふうな異業を成し遂げたんで好きな研究ができるというんでエスパー研究もですねソニー内でしてですね、でこの生命情報研究所が終わってしばらくしたらですね何ちゅうと高かったんですけども、部長抜擢されましてですね出世回答を増しくなるみたいな感じのすごい人なんですよ。エスパー犬というとなんかおちゃらけたところかっていうんですけど、すごい真面目な研究をですね行って、でこの室長も世界に名だたる人なわけですけどですね、私はあまり有名じゃなかったんですけどですね。ほんでソニーのその生命情報研究所で病気にならない可動性の研究をせよって感じで創立者がですね、言いました。でそのために何をしようかなっていうのをいろいろ見つけたところ、このサイモントン療法っていうこういうふうな聞いたことあります。この人はサイモントン博士って言うんですけども、放射線科のお医者さんだったんですね。でがんになった人に放射線を当てて治すというふうなことをしていたんですが、ところがなかなか治らないんで、もっといい治す方法はないだろうかっていうんで、奥さんが心理療法をやる人だったんで、で心の内で癌が良くなったり悪くなったりするんだっていう話をですね奥さんが言ってたもんで、あ、じゃあそれじゃあ癌細胞をつけて喜んでるイメージをしたらどうなんだろうかってやってみると末期癌でもなるということが分かって、でそれを、まとめてですね癌のセルフコントロールっていう本にしてですね、でサイモントン療法っていうふうに名前をくっつけて全世界にですね広めていってると。ですからサイモントンジャパンっていうそういった組織がですね日本にもありまして、でそこに行くとがんを、今はですね瞑想で治してるんですけど、いうのができちゃうんですね。であと今はだいぶこの人も年取っちゃったんですけども、私が妻と出会った頃はですね私もこんな感じだったんですよ。顎を生やして口に生やしてですね、で目とかでですねこうニヤッと笑ってたんですけどですねほいでで、その10分か10ぐらい歩くとですね、もう膝が痛くて歩けないっていう目とかだったんですけどですね、今は何時間歩いても大丈夫ですけど、という感じでですね。それで、
でこういうふうに、投与薬とか生薬とかを使わずに治すのをがんの自然対策っていうんですけども、この話をですね聞きまして、それこそがソニーのソリューションがあるところの病気にならない体を調べるための研究にぴったりだということですね。じゃあこの研究をしようということになったんですが、ところがまだこのがんの自然対策というのはですね、学問になったばかりの頃だったんですね。でそこで、あまり実験データがないんで、ソニーだけだと医学的な研究というのはなかなかできないんでですね、この国立精神神経センターというところの免疫研究部のお医者さんと一緒にですね、実験研究をしてた。で、どうやってやったかというと、こういうネズミの脳にですね、の快楽中枢というところなんですけども、そこにですね、頭にドリルで穴を開けてですね、快楽中枢まで電極を刺して、で電気制御装置を作ったりとか、それからあと細胞培養とかっていうふうに、いうようなことをですねさせてもらいましてですね、ほいで、電気刺激ありだと快楽な状態が作れて、電気刺激なしだとその状態で、電気刺激ありなしでですね、このがんがですねどうなるかっていうのを見たところですね、こちらの電気刺激ありの方の人為的に快楽な状態をした方がですね、がん細胞が壊れてですね、がん細胞を壊しているのは白血球なんですけども、白血球の状態も調べてみると白血球が活性化しているっていうのが分かって、でこで電気刺激しない方は別にがん細胞が壊れたりとか白血球が活性化したりとかっていうのはないですよと。それで、でですね、実験中に麻酔薬がですね足んなくてですね、ネズミがですね動き出しちゃったことがあったんですけども、その時にですね、電気刺激してあげますとですね、ネズミはこんな顔なんですよ。幸せみたいな感じ。ネズミは幸せな顔みたいな感じですね。そうか、ネズミは幸せな顔のっていうのはこうやって顔するんだっていうような感じですね。その時に初めて気がついたんですけども。そうやって幸せにしてあげることができるわけですね。で、それでちゃんと快楽中枢を刺激すると免疫力が高まるんだっていうふうなことがですね、きちっと医学的にこれ解明することができまして。じゃあ人間の場合にどうしたらいいんだろうかというふうなことでですね、このサイモントンさんは最初イメージトレーニングでがんを治すということをこの本の中では発表したんですけども、もうで実際にソニー社員を集めてですねイメージトレーニングしますとですね、イメージトレーニングができないじゃん、圧倒的なんですよね。イメージが下手な人が多いと。でそこでイメージ療法よりも優れた方法はないだろうかっていうんで見つけたところを、サインというふうな方法を見つけまして、さらに瞑想という方法を見つけると。でサイモントン博士も最初はイメージ療法だったんですけども、やっぱりですねこのがん治療の道の中では瞑想法ということでがんを治したんですね。ですからソニーが辿った道と同じ道をこの人も辿ってくれたという感じです。ほんで、こういった研究をしている時にですね、そのエスパー研究室のところにですね、電気通信大学の佐々木茂っていう物理学の先生もですねいろいろ指導に来ていただいてましてですね、この人はですねその当時気の研究でですね有名な人だったんですね。本業は物理学なんですけども、その気の研究もですねして、なんとですねこの人体科学会とかっていう風な重鎮だったんですね、この日本の。で中国の人体科学会とかっていうのにもですね参加されてまして、でそこのところに行って帰ってきてですね、すごいことを教えてくれたんですけど、山崎君もう中国では気を発生する機械ができてるんだよとかって言われましてですね、はあすごいなとかと思って、しばらくしたところですね、この日本のですね電気技術総合研究所っていうのがありまして、でこれ日本で一番大きい研究所なんですね。でそれなんでですねいろんなことをやってる人がいましてですね、気の研究やってる人がいましてですね、この研究機関で。でそこでですね、気には電波電磁波側面があるんですよという、そういうふうな学会発表をする人がいたんで、私も電磁波得意と、ソニーも電磁波得意と、ちゅうことはこの気のですね科学的な研究が可能になってくるっていうんでですね、気の研究というふうなものも始めたと。で気の研究を始めてですねしばらくしたところですね、長野県の野辺山に宇宙電波観測所っていうのがあるんですけどですね、でここに、行ってみたらですね45メートルの電波望遠鏡っていうのがありまして、何が45メートルかっていうと、ここからここまでが45メートル、すごい大きい電波望遠鏡がありましてですね、でそれがこんな感じで来場者にもその仕組みが分かるような、模型のですね電波望遠鏡もですね、あってですね、でこれがその使い方が書いてある説明のパネルなんですけども、でここのところにあるのがこのコントローラーでですね、
このレバーを動かすと、このパラボラっていうのがいろんな方向を向くというやつですね。それで、実際にですね、それをやってみると、まずこのパラボラアンテナを太陽に向けてくださいって書いてあるんですね。で向けてみると見えたままですよ。ということはこの電波望遠鏡とかっていうのはこの通信衛星からの電波を受け取ってるんじゃなくて太陽とかいう星からの電波を受け取ってるんですよと。でですからですね、でこういうふうな星からの電波を星からやってくるその信号をですね、電波として観測するとどんないいことがあるかというと、昼間でも天体観測ができると。これすごいと思いますね。普通夜しかできないのがですね、昼間もできると。それからあとその、電波ですからですね、なんと仮想直径をこの長野県の延山とあとハワイにも同じようなのなんですけども、ハワイと の非常に45メートルどころじゃなくてですね、何百キロとか何千キロとかっていうそういうふうな仮想直径の電波望遠鏡としてですね、宇宙観測ができちゃったりとかするんですね。いうふうな感じでですね、すごいことができるんですけども、で今度はこのところにですね、この電波望遠このパラボラアンテナを人に向けてくださいって書いてあるんですね。で人に向けてみるとどんなのかって向けてみると見えたもの。ということは、太陽から出ている電波と同じような電波が人間からも出ているんですよと。で、これが気なんですよということなんですね。で、これをこのメーターに入れるだけだと面白くないんですけども、横軸に周波数、縦軸にその強さ、これが測れるような装置に至りますと、気の出し方によってこの波形が違ってくると。で、この波形が違ういろんな電波を出せるのが、このスマホ等で使われているスペクトラム拡散通信方式っていう通信方式で、私が大学時代に研究していた通信方式だったんですよ。でそれ でこのヒーリングの研究もですねしっかりとしましてですね、ですから私もヒーラーさんなんですけどですね、こうやってやると治せるというそういうふうな人なんですけどね。で、ですからですね、こんなことができてしまったわけなんですけども、できたって研究途中だったんですけども、このイブカワソル氏の夢というのが、この脈波を測ってどんな病気か診断するというのが井川雅氏が一生懸命やろうと思っていたことなんですが、なんとですね、私の場合にはこれができたら、今度はそれに見合った電波をですね、ここから出してあげればですね、いつも元気と。ですからこの、自動診断、自動治療のですね、そういった装置ができちゃうと。だからこれをくっつけて、これを持っていればですね、病気にならないとかしたらすごいと思います。で、なんか病気があったら、これを持ってれば治っちゃうと。これって何ですかね。だからこういうふうな脈を測る装置と、脈を測ったらそれを診断してですね、ここから電波を出せばいいんですよ。アプリはあるんですか。アプリじゃなくて、そういうふうに、まだそこまでアプリはまだできてないですけど、アプリがあってもできないんですけどね。そういう、非常にこれは高度なことをしなきゃいけないんですね。だからこういうふうなことがそのできる装置の研究というふうなものをしていたと。まだ商品化されてないんですけど、これがまたこれよりもですね、もっとすごいことがですね、目指しまして、でこういうのってアプローチでご覧になったことなんですけども、この中には何も入ってないんですけども、ですけどもアプローチでですね、あなたをよりよく知るために独自の心拍センサーを組み込みましたっていうので、このところでですね、心拍を測るようになってるんですよね。これで、もっと工夫をしていくとですね、脈波も測れるようになってますね。これからこの中にですね、携帯電話を入れてしまえばですね、ここから電波も出せるようになってますね。そうすると、こういうふうに、これとこれを持ってなくても、こういうふうな、これはアプローチじゃできないですけども、その専用のこういう治療器を作ればですね、こんな小型にしてですね、いつも携帯していれば病気にならなくてすることができちゃう。というふうなものを目指して研究してたんですけどですね。ところが、このソニーのソル氏が死んじゃった後ですね、ソニー内では、医療機器の研究をしないという、そういう取締役会での決定がされちゃいまして、でせっかくこんなそういうふうなことを計画したのにですね、ソニー内の医療機器の研究部隊が全部なくなっちゃったんですね。それなので、私が研究していたものもですね、これからはソニー内ではできるものになっちゃった。でそこで、もったいないでしょうって言うんでですね、ソニーでは研究成果を社会に還元しようっていうんでですね、ラディアンスっていうのを作ったんですね。でそうしたところですね、催眠とメンサルに社会貢献をしましたっていうんで、玄関のところに置いてあるんですけど、これ勲章をいただいてしま
してですね、ほんで、なったと。ですからこの、ラディアンスというところ、本気じゃない勲章をもらいましたとか言ってないんですけど、そのソニーでですねしっかりと研究して、ほんでこうやって表彰もされているあの機種とした段ところであるっていうのを分かっていただければ、あの大成功と、ここまでのその説明の大成功ですよ、分かっていただけたんでしょうか、ガッテンとかってなのしていただけると嬉しかったなと思うんですけど、でこういうふうにあのなったら今度はですね瞑想の方に入ってくるんですけども、この心を教えたい時に私たちは誰に教えてもらったわけでもないのに瞑想に呼吸を整えるというふうなことをしてましてですね、でこれがあの発達して瞑想法になったわけですね。ですからもっと普通に呼吸をするよりももっとこう心をつけてしまおうというふうな感じ でそういうふうなことをですね、このなんとですね今から紀元前3000年なんでですね、今から5000年前にですねインダス文明のモヘンジョダーロの遺跡の中から瞑想している神の像の彫刻が発見されたというふうな感じになったとか、あとこの仕事力を10倍高める瞑想トレーニングっていう本があるんですけども、この中ではですね瞑想すると集中力の強化ができて、集中力で仕事のスピードアップができますよとか、洞察力に要請ができて仕事中の迷いを払拭できますよとか、精神力の向上ができて困難な仕事に積極的に取り組みますよとかですね、生命力の増大で失敗をするように前向きビジネスラインになりますよとかって言うんですけど、こういうのができたらいいと思いません、瞑想して。でこれができちゃうんですね。でところがですね、この古来より伝えられてきた伝統的な瞑想法、ヨガとかと瞑想って聞いたことあると思うんですけども、意外と TM 瞑想って聞いたことありません、ね、超越瞑想ってやつなんですけども、でこういうのはヒンズー教系なんですよね。それから禅とかですね、あのさっき、アップルの、それからあと、総理大臣がやってたりとかですね、そういうのやってたのが禅はですね、実は仏教系、それからあと、インテルとかグーグルでやってたのは、これも仏教系とかって感じですね。それから日本の神道の瞑想っていうのもあるんですけども、こういうふうに多くの瞑想法っていうのは、この宗教由来なんですね。で宗教由来なんで、昔はあのその入門しないといけなかったんですけども、今はですねこういうお寺にいたらなんかすればできちゃうと。で入門は簡単なんですけども、一般人が享受できる瞑想の方法はリラクセーションドマットで、日常に生かせるようになるためにはですね、10年以上のこういったこういうふうなことができるようになるためには、10年以上の長い歳月と生活習慣の大幅な変更等の苦行が必要と、こんなんしないとならないとかってね、嫌ですよね、瞑想効果を得るに。であとはこういうふうなものだと、仏教系だと摂取をしちゃいけないと、でヒンズー教系だと確か牛食べちゃいけないとかっていう話ですね、肉は食べれないですよ、こういうのになっちゃうと。まあ食べてもいいんですけども、上達するにはそういったものをその食べないんでしょうかとかですね、あれお酒を飲んじゃいけませんよとかっていう、そういうのがあってですね、どうしてこの瞑想上手になりたかったら肉食べないようにしましょうとか、お酒飲まないようにしましょうって言われたら嫌じゃないですよ。そうですね、あとですね、すごいのはですね、ネギ食べちゃいけないんですよ。お蕎麦を食べるときにネギ入れないでくださいとか、うどんを食べるときにネギ入れないでくださいとか、そういうのをこういうふうなんだとですね、しないと上達しないですよって言われちゃうんですよ。ですけども、でそういうんじゃ困るんでですね、ラディアンスの瞑想法じゃなくて、こういうネギ食べても肉食べてもお酒飲んでもいいやつなんですけども、だからその一般的なこういうふうな瞑想の場合にはですね、リラクセーションぐらいだったら別にそんなことはしなくてもいいんですけども、さらに上達しようと思うと必要になってくるんですね。でところがさっきのインテルとかフェイスブックとかグーグルとかの場合にはですね、別にそこまですごくならなくてもいいんですよね。でどうしてかというと、このところで会社でメンタルトレーニングとかっていうので、メンタルチェックとかっていうようなことをなんかしないといけないですよとかっていうのを、そういう運動が今厚生労働省でそんなしないといけないという話になってるんですけども、なぜかというとですね、うつ病にかかる人が圧倒的に多いんですよね。で普通の場合にですね、30人に1人がうつ病なんですよ。ですから非常にクラスに1人の割合でうつ病がの人がいるという感じなんですね。ところがこの IT 企業はですね、10人に1人もうつ病が発生しちゃうんですね。それなんで日本でも平成27年12月1日にストレスチェック制度が導入されていたと。
だからうつ病の予防程度だったら旧来の瞑想法で十分なんで、マインドフルネス、ストレス、トレーニング法っていうのがこういったところに使われてるんですね。ところがこれだけで終わりにしちゃうともったいないですよ。ものすごくたくさんのですね、瞑想の効果っていうのがあるんで、本当はすごい瞑想の効果っていうのがありましてですね、まずすごいのは理想のパートナーの引き付けるっていうんでですね、私もそうですけども50歳の時に21歳年下の妻を引き付けまして再婚と。でこれすごいのはですね、出会ってからここまで不喧嘩したことないんですよ。どうしたの、恋人の人と喧嘩したこととかっていうのは大抵あると思うんですね。とはないんですよ。でなぜこれが重要かっていうのは午後の方でですねやりますけれどもですね、これからあとそのこの瞑想することによってですね、パートナーだけじゃなくってその理想の顧客も引きつけることになるんですね。ですから今日はですね、理想の顧客代表として来ていただいているところっていうのは私と妻とですね引き寄せさせていただきましたみたいな感じなんですけども、ですからラミアさんの場合はそういう心の病のそのものすごく重症の人とかっていうのは引き寄せないようにしてるんでですね、そういった方はいらっしゃらないんですよね。だからこの方はですね、ソニーで森田明夫とか入江、ここに入江信之さんですけども、この元 CEO のスピーチ健康を担当してたっていう人なんですけども、その人がソニーから独立しましてですね、でコンサル業を始めたんですけども、この本を書くとコンサル業がうまくいくとかっていうんで、ですけども本を書くって結構お金がかかるんでですね、本を書くチャンスを引き寄せましてですね、それでこの本を書くときに瞑想すると文章がどんどん自動書記状態みたいな感じでやってくるとかってあるじゃないですか。状態で書きましてですね、たくさん売れてですね、でまたこの本の執筆例もあって、この本の中には私は山崎康雄氏のところに行って催眠と瞑想を受けたんでしょって書いてくれてるんですよ。ですからそれで今コンサル業大成功とかって仕事にも役に立つんですよって感じなんですよね。それからあとまた幸せな結婚ですけども、この K さんなんですけどもですね、 K さんはですねどんな人と結婚したいかっていう理想のパートナーリストを瞑想状態で書き出しましてですね、でその人に向かって意識のエネルギーを送ったところですね、そういうふうな、90% 以上の条件を満たす恋人ごっこがどんどん自分のことにやってくれるようなやってきてくれるようになったと。そういう時じゃなくて、自分の仕事のお客さんにもそういった人がやってきてくれるようになったとって感じでですね、だから今までは自分の足を引っ張る人とかそういうの周りの人に周りにいたんですけど、そういった人が一切いなくなってしまったと。それから婚活パーティーに行ったらですね、男性からの指名独占状態とかって、婚活パーティーって参加したことありますよ。そうすると一番最後にどなたとお使いしたいですかっていう投票したいなとするっていうのがあったりするんですが、その時に全員から投票されてしまったと。こんなんあったら嬉しくてたまんないと思いません。そういうのを2回経験しちゃったと。それで全然自信をつけましてですね、でなおかつそのこの方は自営業の方なんですけども、これまでは8人になったことがないと。これでラディアンスにその自営業ですから、ラディアンスのセミナーにたくさん来ると営業の日数が減るんですけども、でラディアンスにたくさん来た月の方が売り上げが高いという、そういったことをですね成し遂げてしまったというような感じでですね、この結婚力アップ集中プログラムというラディアンスのプログラムなんですけども、これに参加したらですねものすごくいいことが起きてしまったと。それからこのサイモント療法ですけども、がんというのはですね、実はですね発がん物質を食べたからがんになるというようなやつよりも、そのストレスとですね加齢によってですねがんが発生することの方が圧倒的に多いんですよね。これはもんでですね、その瞑想とか催眠でですね、このストレスを低減してですね、でちゃんと心の声とか体の声とかっていうのをですね聞いてあげますとですね、がんもですね、発生しなくなるんですよね。ですからがんになりにくくなったらいいと思いません、ね、そういったことができちゃうと。まさにこの人の場合にはがんになりにくくするだけじゃなくてがん治しちゃうっていうような感じ でそのやり方が瞑想でできちゃうんですよね。これからあとこの稲森さんが瞑想してるっていう感じなんですけども、この稲森さんのこの生き方っていう本の中にですね、この知恵の蔵っていうのがありましてですね、この知恵の蔵、これ稲森さんが技術者としての、稲森さんでご存知です、京セラの創立者で JAL の
何でしたっけ、最近もやっちゃったすごい人みたいな。で、京セラの経営を発展させたのもこの知恵の蔵のおかげだと言っていました。で、稲村さんがこの本の中で言っている知恵の蔵というのは、知恵の蔵すればいえば H の井戸だが、その所有者は人間自身ではないと。例えば神や宇宙が通している普遍の真理のようなもので、その知恵を授けることで人類のバトル技術は進歩し、文明を発展させることができたというふうな感じなんですけれども、なぜこんなところにヨーダが出てるのかと言いますとですね、スターウォーズってご覧になったことありますか？映画で、それを見てみると、こういうふうなジェダイの騎士が死ぬとですね、生きてるそのジェダイの騎士のところになんかスッと現れて助言をしてくれるとかっていうのがあって、覚えてます？そういうの、そういったシーンか。で、そんな感じでですね、この宇宙の H というふうな形をですね、イメージするとですね、例えばヨーダがあんまり好きじゃないという場合にはですね、こんな感じのですね、人が宇宙の位置になって現れてくれたりとかですね。で、あ、います？そういうのが自在にできるようになりますので、ですね、どうしてそのつながり具合は、だから瞑想するとスッと来てくれるんですよ。ほんで、タロットカードが来たんです。あ、なるほど。で、そのですね、うちの位置にですね、今こういったことを悩んでるんだけどどうしたらいいんでしょうとか、ちょっといろんなことをメッセージを教えてくれたりなんかするんですよね。非常に便利な話ですね。こういうのは自在にできるようになっちゃうと。で、そうするとどんなことが起きるかっていうと、最高のメンターになってくるんですね。で、メンターって相談者、自分の中の人生の相談者のことをメンターって言うんですけども、何か悩みがあったらメンターに聞きに行くといろいろ教えてくれたりとかっていう、一般的には人間なんですけども、で、それをこういうふうなのにですね、やってもらうと、メンター、人間の場合だとこのメンターにいろいろ相談するときに、その自分のことを全部教えないといけないじゃないですか。それからまた人間ですから、得意分野とか不得意分野とかってなんかするじゃないですか。で、そうするとこの人に、何か人間だったとしたら、この人に相談していったらちゃんとしたことを教えてくれるかどうかっていうのは分かんないんですよね。ところが宇宙の位置の場合だと、自分のこと何でも知ってるんで、いきなり聞いちゃって質問しちゃって大丈夫なんですよね。で、いきなり質問しちゃって、それで的確な答えをですね、この時にこのメンターはですね、言ってくれるんですよ。私はその分野の専門家じゃないからっていうふうに言ったりなんかすると、じゃあ専門家 のガイドさんをじゃあ呼んできてくださいとかって言うと、専門家がやってきてくれるんですよ。だから専門家から最高のメッセージをもらえちゃうとかっていう感じですね。結構便利なんですね。ですから、そういうのを瞑想するとできちゃうと。っていうふうに、すごいことがそっとできちゃうのがこのライデンスの瞑想ですね。で、なぜそんなすごいかっていうと、最新の心理学や脳生理学を応用してまして、ですから苦行なしで、瞑想のそのセミナーの初月からスッと瞑想状態に上手に入れちゃうと。だから瞑想の技能を日常に生かす瞑想法を3ヶ月間で、ですから今ですと4月5月6月の3ヶ月間でちゃんとマスターできちゃうという。で、その時にお酒飲むのも平気だし、肉体でも平気みたいな感じなんですよね。それで実際にの話なんですけども、旧来の瞑想法で瞑想歴20年のベテランの人と、 TM 瞑想っていうのを20年やってきた人と、今回が初めてという初心者の人が同席した時なんですけどですね。で、そのセミナー中に瞑想をやったらですね、どうでしたか、瞑想の感想を教えてくださいって毎回聞くんですけども、そうするとセミナーの初めの頃はですね、さすがのベテラン、感じることが違いますねっていうんで、みんなからですね称賛されてたんですけども、3回あるセミナーのですね、2回目3回目になった頃にはですね、ベテランの方も初心者の方も同じような瞑想の境地に到達すると。ですから、その瞑想歴20年の人がですね、瞑想を始めて3ヶ月になりますっていう人と同じレベルになるわけですよ。で、そうするとベテランの人が、私の20年間は一体何だったんでしょうねみたいな感じで言ったりしますんですね。で、とてもパワフルな現代人のための瞑想法がないのはその瞑想です。ですから、ベテランの方はさらに上達し、初心者の方もベテランの方は達した同じ境地になりました。それを不思議なんで考えると、ベテランの人はですね、これまで20年かけてですね、のんびりこの盆踊りを登ってきたと。で、初心者の人はですね、1問目から登ってですね、その進歩が早いんで、タタ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 来てですね、途中で合流したんですね。ほんで、3回目、
にはですね、セミナーが終わる頃には一緒に頂上についてですね、ご来光に感動したというふうなことと同じような感じなんですね。ですからベテランの人もですね、さらに上達して、初心者の人はそのベテランの人がですね、20年と3ヶ月かけたのにたったの3ヶ月でここに行ってしまうという、それくらいすごいですね。でなぜこんなにすごいことができたかというと、旧来の瞑想法っていうのはですね、宗教的な修行の一つなんですね。苦行しないと上達しないように作られてるんですね。とはなぜその瞑想法は科学をですね、しっかりと使ってますので、ソニーですからですね、科学の最先端みたいなあれですけども、それで、やってるんでですね、どうしたら瞑想が上達するかっていうふうなものをしっかりと研究し尽くしちゃってるんですね。それもですっとできちゃって。ですからこの瞑想とか、NLP もそうですけども、なぜ習うかというと、何か自分自身の能力を上げたいために習うわけですね。瞑想したいから瞑想を習ってるわけじゃなくて、瞑想を何か日常生活を有力するために使いたいからなってるわけですね。ですからさっき瞑想することによって幸せな結婚ができちゃうとか、ビジネスがどんどんうまくいっちゃうとかっていうふうな感じに、そっちの方をしたいから瞑想をするわけですよね。だからそっちが早くできるようにしたっていうのがラディアンスの瞑想なんですね。でなぜそれができちゃうかっていうと、まずですね、音というふうなものをですね、この瞑想の中に取り入れていると。例えばこの瓶の蓋が硬くて開かないときにはですね、グッとかっていうふうにですね言いながら蓋を回すと大丈夫とかっていうことって体験したことあります。それからあと気合を入れたいときにはですね、タッとかっていうとやる気が出るとかですね、それから身体測定の前屈のとき、今更たくさん曲げてもしょうがないんですけど、ふにゃっと言いながら曲げるとですね、たくさん回るとかっていう、そういう体験もしたことあると思うんですけど、ね、でこういうのを真剣に研究している方がですね、朝日大学の准教授の藤野さんという人がいますんですね。ですから音とかですね、言葉 と、人間の体とか心にはものすごく大きな関連性がありますよという。ですからこういったものを使うことによって、より、瞑想の技能を高めることができるんですね。それでその音と色と意識と言葉のエネルギーということがありましてですね、チャクラって聞いたことあると思うんですけども、この7つのチャクラ特有のですね、音とか色とかですね、エネルギーとかっていうのがあるんですよ。で音叉、同じ周波数の音叉だったらば、共鳴箱をここにくっつけてですね、向かい合わせを解くと、こっちを叩くとこっちが叩いてないように振動しだすっていうのが観光で習ったと思うんですけども、これを使ってですね、ティーチャーからこのエネルギーを送るとですね、生徒さんのチャクラがですね開くと、こういうふうなやり方をしてるんでですね、その3ヶ月間で瞑想をマスターできる。で一般の瞑想法っていうのは座って深呼吸するとか、あるいは座ってですね、右の耳からある音を聞いて、左の耳からある音を聞いてとかっていう感じだったりとかですね、あるいはこっち側の鼻をまた押さえてピャッてしてこうやってで、ちょっとまたこっちから吐くとかっていうのは、そういうのいろいろな瞑想法がありますけれども、そういうふうな瞑想法よりもはるかにですね、強力な瞑想法っていうのがそのソニーで研究した瞑想法なんですよね。でこの我々が感じるエネルギーとかっていうのはですね、一般的に周波数が高くなればなるほどエネルギーが強くなるんですよね。でところがですね、このガンマ線をですね、人間がイメージで浮かぶとガンマ線イメージできないじゃないですか。で X 線もできないし紫外線もできないんですけど、色はイメージできるんですね。だからこの色をイメージしてもらいますですね、それからあとは赤外とか、あるいはマイクロ波とかですね、ラジオやテレビの電波とかっていうのはイメージできないんですけど、音はイメージできると。でそこでこの音のエネルギーと、光のエネルギー、この色ですよね、それからそれをですね、この音をですね、言葉のエネルギーとして使ってですね、こうやって使うとですね、なんとこの、チャクラというふうなものがありましてですね、この右回り、時計回りにですね、右回り、時計回りにエネルギーが体の中に入ってきているわけなんですけども、でその時にですね、このうーんという音を発しながら赤色をイメージしてもらいますとですね、私が発するんですけども、今で赤色は、瞑想する人にイメージしてもらうんですけども、そうすると第一チャクラがですね、活性化するんですよね。それからその時にですね、下腹にですね、要は第二チャクラっていうのがあってですね、うーという音を聞きながらですね、大々色をイメージしていただきますと、ここが活性化するというような感じで、ずっと7つ目までですね、音と色とか色がありましてですね、でこれをしっかりと活性化するとオーラも活性化するっていう。でオーラ
というのはですね、その測ってみると中にですね、電磁波が充満してるんですよね。それからいろんなイオンも充満してるんですよね。ですからその外界のエネルギーをチャクラから取り入れて、それをオーラとしてですね、自分の周りにまとっているのが我々の人間なんですね。これこのオーラを通じて人間対人間とか人間対植物ですね、通信するんですよね。ですからこのこうやってオーラをしっかりとさせてですね、ほんで自分のまだ見ぬパートナーにですね、私は結婚したいのはあなたはみたいな、あなたをちょっとそうしてやってくれたらありますんですよ。でそういうのがおとぎ話じゃなくて、今ではですね、科学的にちゃんと証明できてるんですよね。でアインシュタインの頃からこういったのっていうのは研究がされてるんですよ。でそのアインシュタインも最初はそんなことはないだろうとか言ってたんですけど、ちゃんと研究してみるとそういった現象っていうのはあるよねみたいな感じで納得してくれてるんですけど、そういうのはですね、すごい話なんですけど、だから、物理学、最先端の物理学の量子力学って聞いたことあります。でそういったものをですね、使って瞑想の原理が今は解明できているということなんですよね。そういうものでですね、非常に効果的にできるんですけど、でその瞑想の状態になるのはセロトニンという脳内伝達物質がですね、脳内たくさん出るようになるからなんですけども、でセロトニンというのはですね、脳の覚醒状態をコントロールしてるんですね。でセロトニンが枯渇するとうつ病になっちゃうんですよ。でセロトニン、瞑想するとセロトニンがたくさん出るんで、うつ病予防とかうつ病治療には瞑想はぴったりなんですよね。ですからインテルとかグーグルでやってると。でさらにそのこの覚醒状態をコントロールすると集中力が高まって雑念が少なくなって病院では感じてきて、あるいはその気のエネルギーを周りに送ったりとか、前から気のエネルギーを受け取ったりとかっていうようなことをすることができるんですね。これからあとこの瞑想っていうのは実は魔法でなくて脳トレ、脳のトレーニングをしてるんですね、瞑想っていうのは。それで実際ですね、脳の様子を測ってみると、瞑想をしばらくするとですね、脳の形状が変化する。ですから筋肉がですね、筋トレをするとですね、不縁と同じようにですね、瞑想するとですね、脳の機能がどんどん高まってくるということが分かったんですね。でまずその瞑想してですね、インスピレーションというのは右脳で受け取って左脳の方に渡して言語化する、するとですね、それでメッセージが来たというのが分かるんですけども、この右脳から左脳にですね、信号を持っていく脳梁っていう神経の束があるんですけども、この神経の束の断面積が増えたりとかっていうのを瞑想の前後で測ってみると分かったりとか、あるいは言語化するときに言語野があるんですけども、その言語野の細胞の数が増えたりとかっていうのが分かってきたりしてるんですよね。それからまた瞑想をするとですね、雑念を抑え目的の働きをさせるのが上手になってくると。でこの私たちの脳は実はマルチタスク状態と、コンピューターというところですね、たくさんのことを一度にしているんですけども、何か一個に集中したいと思ってもですね、雑念が湧いてきてなかなかできないと。でこの脳トレでですね、雑念を抑える練習をしてですね、これだけにしてあげますと脳のリソース全体を使ってですね、仕事ができるんで効率的にできちゃうと。でこういうのをしっかりと応用してたりとか、あとすごいコツがあるんですけども、これ自ら積極的に探るというのがありましてですね、でこの人は九州大学の名誉教授の成瀬小作っていう人なんですけども、でこの人は長年瞑想の研究をしてたという有名な人なんですけども、瞑想じゃない、催眠の研究をしてて有名な人なんですけども、で九州大学の名誉教授、日本博士成瀬小作っていうんですけども、でこの人 の論文の中にですね、これは催眠のことについて出てるんですけども、従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い暗示に快適に従うと考えられてきた、それは誤りだと。多くの人はですね、催眠にかかると意識がどこかに飛んでいってしまって、まるでロボットのように催眠知識の言いなりになると、こうやって思ってたと思うんですけども、そうじゃないんですよ。実際には暗示過程を達成しようとする外資の主体的な努力の結果なんですよ。だから催眠知識の言いなりになるんじゃなくて、催眠を受ける人の方が自分からその暗示過程を達成しようというふうに努力するんで成り立つんですよ。努力しないと催眠の状態にもならないんですよと。で催眠と瞑想って同じですね、変性修行体になるっていう手段になってくるんで、ですから催眠という方法で変性修行体になると、瞑想という方法で変性修行体になるっていうんですね、同じ状態になるんですけども、ですからこれを催眠をする人は催眠中のクライアントじゃなくて瞑想をする人はっていうふうな感じで書き換えても同じに言えるわけですね。ですから自分から瞑想の状態になろうというふうに思うとうまくいくんですよと。
ですから瞑想の誘導を聞いたから瞑想の状態になるんじゃなくて、瞑想の誘導を聞きつつ自分から瞑想の状態になろうというふうに努力したんでなったんですよっていうふうなことになる、ね、ですから努力すると瞑想の状態になります。それで瞑想の状態になるとどうなるかっていうと、これはですね、このちょっとちっちゃいちっちゃいですけども、平安呼吸法時の脳波のパワースペクトラム解析っていうのがありますよね。目をつぶって見るとそのこの後頭葉の視覚野に信号がいかなくなるんでですね、あのアルファが出るんですね。でこのアルファは瞑想で出たんじゃなくて目をつぶったことによって出たアルファで、でこれでずっと深呼吸を繰り返していくとだんだんこれがですね小さくなっていってですね、で早いアルファ波が1分2分3分4分5分とか4分ぐらいするとこれが出てくると、これでずっとこうやっていくとですね、このアルファ波がですねしっかりとずっと続いていって瞑想の状態がついてるんですよというふうなことになって、でこれはお坊さんの脳波じゃなくて、大学院生がですね、この大学の先生が瞑想 の研究をしている大学の先生がいてですね、相当の大学院生の脳波なんでですね、ごく普通の人の脳波ということになりました。ですからごく普通の人はですね、瞑想の状態になれば 4,5 分から大体瞑想の状態が始まりますよというふうなことがあって、今日もですね、深呼吸をするとこのくらい経つと瞑想の状態になりますよと。でところがですね、瞑想の状態っていうのは催眠と同じようにですね、意識がどっかに飛んでいってしまうことはなくて、現在の普通の意識状態で目をつぶっている時と同じなんですよ。ですから瞑想に入ったという自覚はほとんどないんですよ。だからその自らの積極的にイメージしない限り人からイメージをコントロールされることもないという感じですね。ですから瞑想も安全と私が今日何か言ったとしてもですね、それによってですね大きな影響を受けることはないです。ところが私がソニーでですね研究をしている時にですね、別の研究所の所長がですね私のところにやってきて、山崎君、私の目を見ないでくれと思えて、目を見たら催眠の状態になっちゃうかもしれないからとかって言われたんですけど、大丈夫ですと、目を見たぐらいじゃならないんですよみたいな、テレビとかその映画ではその目を見ただけでこうやってぐるぐるぐるっと回ってですね、なんか倒れちゃうとかっていうような感じですけど、ね、あれができたら楽しいだろうなと思ったりするんですけども残念ながらあんなことにはならないんですよね。ですからその自分から瞑想の状態に入ろうとかっていうふうに思わない限りですね、瞑想の状態にならないんですよね。催眠も同じなんですけど、で瞑想をどうやってするかっていうと、この背筋を伸ばしてですね、この体の中にエリンが流れやすい状態にして、で頭は砂の上に乗っけるような感じで上を向くというような感じでやりましてですね、で一定間隔の深呼吸をすると、ほんで重要なのがこの今日完璧な瞑想の状態になろうというふうなことは思わないと。なぜかというとですね、今日一回やっただけで完璧に瞑想ができたら瞑想の先生いらないと思いません。だからだんだん上達していくというような感じですね。ですから瞑想というのはスキーとかスケートとかですね、あるいはいろんなスポーツとか語学とか、そういうのと同じようにですね、練習しないと上手にならないでしょうと、でも練習すれば着実に上手になるんですよという感じなんですよね。ですから今日は一番下手くそな状態と、ですから今日は一番下手くそなのに完璧にできるはずがないんで完璧にしようと思わないということが重要なんですよね。それから雑念が浮かんできたら直すと、でどういうのかというと、こういう川の流れをイメージしてですね、雑念が浮かんできたらこの中に流す、雑念が浮かんできたらこの中に流すというようなことをしていると、瞑想の状態が良くなってきますよというふうな形ですね。ですけどもこれが一番難しいんですよね。雑念で普通の人の場合には頭がいっぱいになっちゃうと、なんか瞑想の状態とか、まあ、NLP の、 誘導の時もそうですけども、何かいろいろ頭の中に浮かんでくるじゃないですか、ああでもないこうでもないとか、あれを全部流すっていうことがですね重要になってくるわけですね。でそれも脳トレのうちの一つなんですね。ですけどもこれがなかなかできないんですが、ラジアンスの瞑想法だとスッと流れちゃうと。でそれのですね比較のために、まず普通の瞑想の状態にですね、普通の瞑想っていうのは旧来の瞑想法のうちの素足観っていう瞑想法なんですけども、その状態になってもらいまして、でどうなるかと。ですからそのこういった感じで瞑想のその遷移が行われるわけなんですけども、大体どんな感じで、その状態っていうのはですね、この後でですね、ご案内するんですけど、メンバーサイトにというふうなの貼り方を後でメールでですねご案内しますんでですね、復習ができますので楽しみにしてください。それでその普通の瞑想法でですね瞑想の状態になるというのをやったら、今度は
じゃあ、あの暗示文を作成するというふうなことなんですけども、瞑想ってなんか瞑想はまだ体験したことがない、瞑想は体験したことがなかった、うん、あった。でその時もいろいろ雑念が浮かんできたと思うんですけど、どうですか、うん、ちょっと最近やってないですけど、じゃあちょっとやってみますかね。普通の瞑想をですねちょっとやってましてですね、普通の瞑想だとどんな感じになるかと、こういうふうな、ブランケットかけて、はいどうぞ。あ、その右側の箱、それで、大体ですね8分間ぐらい瞑想の状態になってもらいましてですね、瞑想の状態どうなのかっていうのをですね体験してもらいます。で、インテルとかグーグルとかがやってるのと同じ部類の瞑想法で、即観という、座禅の瞑想のうちの一つなんですね。で、即観というのは数というのはですね数、即というのは息、観は瞑想で息を数える瞑想法っていうやつで、あの目をつぶってですね深呼吸をしながら息を吐くときに一つってふたーつって感じでですね息の数を数えていくと、で10個まで数えたらまた一つに戻るっていうふうなことをすることによって雑念がですね普通の瞑想法よりも思い浮かびにくくなった瞑想法と、で、まあ、この時も雑念は思い浮かびにくくなったんですけども、やっぱ浮かんじゃうんでですね浮かんだら流す浮かんだら流すというふうなことをですね心がけて、でその背筋を伸ばして手はこうやって組んでいただいても、ももの上ただこうやって手のひらをこうやって上にしてですね乗っけていただいてもどっちでも好きな方で OK です。それで、姿勢がですね、なるべくちょっと立っていただきまして、背骨をですね背中を背もたれから外した方がいいんですけども、なかなか外すとですね普通の人ですとすぐに疲れちゃいますのでですね、こうやってこのなるべく深く腰を上げてですね、いていただいてですね、それで、深呼吸をですね一生懸命していただくと、で息は鼻から吐いて鼻から吸うというような感じになっています。それでいきましょう。目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。これから速乾という瞑想を体験してみましょう。まず鼻から息をふーんと吐きながら一つちょっと心の中で数えてください。そしてしっかりと吐き切ったら鼻から息をスーッと吸っていきます。そしてまた今度はふたつと言いながら鼻から息をふーんと吐いて、これ以上吐き切れなくなったら息をスーッと吸っていきます。そして余裕があるようでしたら息を吐くときには腹筋に力を入れて、息を吸うときには腹筋の力を抜いて腹式深呼吸を行ってみましょう。息を吐くときには腹筋に力を入れて鼻からふーんと息を吐いていきます。そして息を吸うときには腹筋の力を抜いて鼻からスーッと息を吸っていきましょう。そして10まで数えたらまた一つに戻ります。これを続けていきましょう。こちらの方で時間を計っています。あと7分間ぐらいの瞑想を続けてください。雑念が浮かんできたら目の前に川の流れをイメージしてその中に投げ込んでしまいましょう。
瞬間経ちました。手の指を曲げたり伸ばしたり、手首、足首を曲げたり伸ばしたりして、意識を体に戻してみましょう。そして体全体の筋肉にグッと力を入れて、さらに意識を戻しましょう。意識を戻したら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。これが速乾という瞑想ですね。で、今度は速乾じゃなくてですね、このラディアンスのですね、このソニックメディテーションというあの名前なんですけども、これをですね、やったら、どんな感じなのかというのをですね、これから体験をしていきます。さっきと同じような感じなんですけど、私がずっと喋りっぱなしでですね、やっていきます。で、そうするとその私が喋ってるんで、いろんなことが、そこではああでもないこうでもないってですね、私が誘導していくとですね、それができちゃうっていう、なんか非常に優れものですね、瞑想法で。で、今は、いろいろ頭の中にですね、今日のお昼ご飯はどこに行こうかなとか、今日、こういったところに来たんだけども、一体どんな感じになるのかなとか、いろいろ頭の中に浮かんできたと思うんですけど、瞑想っていうのはそういうのを浮かばないようにするというのが重要なんですけどですね、だからそれをですね、その浮かばないようにすること自体が難しいんですよね。で、そういうのをですね、浮かばないでどんどん瞑想の状態になれちゃうというのはですね、これからあるすごい瞑想法なんですけどですね、でだけど雑念というのはしっかりと自分から流そうというふうにしないと雑念はですね、流れないんで、雑念を流すというのはですね、しっかりとやっていただきたいと思います。で、雑念を流すというふうになことをですね、努力していただいて、一生懸命深呼吸をして、私の言うようにイメージしていきますとですね、どんどんうまくいっちゃいますですね、よろしくお願いします。それではいきましょう。目をつぶって大きく深呼吸を1回してください。さあ、これからソニックメディテーションの体験をしてみましょう。意識を第一チャクラ、尾低骨のあたりに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。尾低骨のあたりに意識を向けて、何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、そして尾低骨のあたりが温かな赤色、尾低骨のあたりが温かな赤色に満たされていくところを想像しましょう。母なる大地のエネルギーを想像してみてください。そして尾低骨のあたりの大地チャクラと母なる大地のエネルギーとがしっかりとつながり、大きな安定感を得ていく様子をイメージしてみましょう。そうしていると、とってもいい気分です。今度は意識を第二チャクラ、下腹に向けてみましょう。次の音を聞きながら、そして下腹が温かなオレンジ色の光で満たされているところを想像しましょう。下腹がオレンジ色です。そして生きる希望を持ち、人生を情熱的に生きている様子をイメージしてみましょう。そうしていると、とってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをイメージして、その中に投げ込んでしまいましょう。セコンド意識を第三チャクラ、みぞおちに向けて、何度も深呼吸をしてみましょう。みぞおちです。次の音を聞きながら、おー、
そして水落ちが綺麗な黄色、水落ちが綺麗な黄色に輝いている様子を想像しましょう。おーん。そして宇宙の導きによって大きな地震が湧き上がってくる様子をイメージしてみましょう。そうしていると、とってもいい気分です。おーん。さあ今度は意識を第四チャクラ、胸に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、あーん。そして胸が、きれいな緑色、胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像しましょう。あー、自分自身を愛している様子を思い描いてみてください。他者を愛している様子を思い描いてみましょう。自分を愛し他者を愛していると、他の人からも愛され無条件のエネルギーを感じ取っている様子がイメージ的、とってもいい気分です。あー。さあ今度は意識を第五チャクラ、喉に向け、何度も深呼吸をしてください。喉です。そして喉が美しい青色、喉が青色に輝いている様子を想像しましょう。自分の思いを自由に人に話せる様子を覚えてみてください。そして人の話も心よく聞けている様子を覚えてみましょう。そうしていると素晴らしいコミュニケーションを得ている様子がイメージでき、とってもいい気分です。さあ今度は意識を第六チャクラ、頭の中心に向けてみましょう。第六チャクラの頭の中心です。そして何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、いそして頭の中心が美しい藍色、頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像しましょう。いを見通し、直感に意味している様子を思い描いてみてください。そうしているとアイデアがどんどん湧いてきて、とってもいい気分です。いさあ今度は意識を第七チャクラ、頭のてっぺんに向け、何度も深呼吸をしてください。次の音を聞きながら、うーん。そして頭のてっぺんが美しい紫色、頭のてっぺんが美しい紫色に輝いている様子を想像しましょう。そうしていると工事の世界とつながり、すべてを理解し、すべてを知ることができます。そしてすべては一つであるというワンネスの世界を楽しんでいることができます。そうしているととってもいい気分です。
さあこれで高い意識状態になりました。これがソニックメディテーションによる瞑想の状態です。雑に悩まされることなくスーッと高い意識状態にやってくることができます。さあこの瞑想の意識状態を感じ取ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めていきましょう。第7のチャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。そして第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。そして第2チャクラ、第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが沈まります。さらに第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。そして第1チャクラ、尾低骨のあたりのエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。さあ最初の、速感っていう、数を数えますと、こっちのソニックメディテーションとやっていただいてですね、どうですか、感想は。どんな話でしたか、教えてください。最初の感想は、鼻で吸って、鼻から息を吸って、苦しくなりました。座禅はどうですか。いろいろな思いが頭の中に浮かんできたんじゃないかと思うんですけど、でそれは川に流せました。結構次から次へと浮かんできたんじゃないかと思うんですけどですね。そうですね、まあ、私は今の正解でそういうふうな感じで大変だったと思うんですけど、でこの後のムーンとかアとかっていうようなソーリックメディテーションはどうでした。結構集中、その誘導に集中してそっちが気になって雑念を思い浮かばせる余裕もなかったみたいな感じじゃないかと思うんですけど、ああ、そうです。でそれしっかりといろいろ色をイメージしたりなんかできて、瞑想の状態になったと思うんですけど、でその瞑想の状態になって、さらにこうやって普通の瞑想法ですと、ただひたすら黙ってやってるだけですから、その後何しかされたか、そういうのは一切指示がないんでですね。で、その瞑想から覚めるっていう、ただそれなんですけども。で、今回のですね、これから、場合はですね、この暗示文を作ってですね、ほんで、なりたい自分になるための暗示文を作って、そのどんどん自分をですね、変化させていっちゃおうというところもですね、できちゃうんですよね。で、そういうふうな、その瞑想をですね、日常生活に応用していくっていうのがどんどんできるようになっちゃうんですけども。どうですかね、こういうふうに。例えば自分の能力をいろいろ開発するとかですね、痩せるとかですね、そういうのをこの暗示文が作れちゃうとしたらどう思いますか。そうです、これからそういう実習をしちゃうんですけど、そういうこともできちゃうんですね。何か自分が例えば自分のまだ見ぬ壁に向かって、私はのところに来てくださいというエネルギーを送ったりとかですね、でこの部屋 この自分 その目の前にいる人がのガイドにつながって、どんなガイドからのメッセージを、ガイドがそのどんなメッセージを相手に与えているのか、相手が日々どんなことをその気にしているのかというのことをその察知することができたりとかですね、これから相手の病気を
直してあげたりとかすることができたりとかですね、うん、そういうふうにいろいろなことができちゃうんですよ。うちのソニックメディテーションは、うん、それから自分の子供の頃を癒したりとか前世に行ったりとかですね、うん、そういうこともできちゃうんですよね。まあ、いろんなことができちゃうんです。ですからさっきの相関というやつはこうやってうんってやってるだけなんですけどですね、だからもう人生をもうそのどんどん良くしていくためのいろんなことをですね、瞑想中に行えちゃうというのがソニックメディテーションの特徴なんですよね。ですからなんかすごそうだなと思っていただけないですけどですね、はい、どうでしょう。はじめの相関の方は、まあ、ちょっとまあ脱線も入ったりはしたんで、まあ、気持ちよくいきました。で次のソニックメディテーションの方はで誘導に任せながら行ってたので、まあ、雑念も入ってはきたんですけど、まあ、うまく任せながら、気持ちよく行ってきました。はい、ありがとうございます。これでこれからですね、そのどんなものを引き寄せるかとい う, ことをですね、体験しますけど、何でもいいんですけどもですね、何かこんなんがいいなとかって何かあったりとかします。だと大きいから見づらいじゃん、うん、そうするとハガキを外すと他のところにもっと入れちゃうんだ、うん、あれのがいいかしらね、あのポストイット、でこれがですね、あの時間自分の作成方法なんですけど、ちょっと字小さいんでですね、この話をですね聞いておいていただければそれで OK です。まず一番最初に書いていただくのが、この自己催眠で達成したい目標は何ですかという、これ自己催眠ですけど、これこの今度変える場合には瞑想ですけど、瞑想で達成したい目標は何ですか、自己暗示での、ね、自己暗示で達成したい目標は何ですかというような感じで、それをですね、決めましてですね、で3分間かけて決めるんですけども、例えば私は8月1日までに体重を5キロ減らすとかというふうな、ことでいいんですよね。でこの場合なるべく、自分がですね達成しやすいような最終目標というよりも、それを、数段階に分けてですね、で達成したりしやすいような感じにこれ持ってってですね、
まあ、ちょっとでも可能性があるなというふうな感じに持っておいてもらえればいいんですよね。で、できる限りこの期日と数値があると分かりやすいと。で、その期日や数値をつけられない場合にはですね、なくてもいいんですけど、なるべくあった方が張り合いが出たりとか、あるいはこの数値があった方が日々、いきなりこの5キロ減っ、あの明日だったら5キロ減っちゃうとかってありえないんでですね、徐々に徐々に減っていくという時に、それが測れないと張り合いが出ないとか、やる気がなかなか湧き上がらないとかっていうんでですね、なるべくだったらこういうふうに期日と数値目標っていうのはあってもらえるわけですね。ところが、何かより、爽快な気分でいたいとかっていった場合には、この爽快度っていうのを測れるような感じにしておくといいんですね。例えば30センチの物差しがあったとしたら、この3センチずつメモリをつけておきましてですね、0から10までつけて、今日の爽快度は8とか、今日の爽快度は5とかっていう感じでですね、でそれを測れると、だんだん爽快度が瞑想していくうちに良くなっていくなっていうのが分かってくると。でそしたら今度は次はですね、瞑想を達成したら生活はどう向上するでしょうかというふうな感じでですね、でこの時に、この5キロ減らすという目標があるんで、ここのところですね、体重が5キロ軽くなるとウエストが細く引き締まるというふうな感じでですね、これでその5キロ落とすともっと細りした体になるとかですね、5キロ軽くなるとテニスなどのスポーツでもっと素早く動けるようになってくると、体脂肪を5キロなくすともっと魅力的に見えるようになってくるっていうような感じですね。もうただ書いてあるわけですね。そうしていくととってもいい気分と。で3つ目のところは、目標を達成した時にどんなことをしている自分が見えますかということを書くんですけども、例えばウエストを70センチのズボンを履いている私が見えるとか、ビーチで堂々と水を着ている私が見えるとか、水泳ランニングのような活動を楽しんでいる私が見えるとかって感じで、見えるというのをですね、一番最後に書いて、でとってもいい気分というのがあって、それから次の4番目にですね、目標を達成することで得をしている場面をいろいろな感覚を働かせて考えようと、その時に現在形を使ってくださいねと。例えば例文なんですけども、私は8月沖縄の友人を訪ねていると、ビーチについてすぐビーチタワーに座っている、潮風を顔に感じるが夏の太陽が照りつけて暑いと、そこで私は堂々とシャツを脱ぐと、私の体がどれだけ引き締まったか、私がどんなに格好を見えるか、友人が歩くようで、私は5キロ痩せたのとつなげると、密書の人が全肉のないたくましい私は見ているというのが分かると、一人に仕事を立ち上がって海に向かって歩いて、とてもリラックスしたけど、自分の体に大いに自信を感じながら冷たい海の場に入ると、前よりも身軽で身軽なのを感じると、前よりも5キロ痩せてもっと楽に早く泳ぐのが分かると、ああとってもいい気分って感じですね。とってもいい気分って重要なんですけどですね。でこういうふうな文章をですね、自分でどんどん書いていけないんですね。でその一回書いてこれで簡潔にしようというんじゃなくて、何度も何度も書いていって上手な文章にしていくっていうのはですね、一番最初から上手に文章を取ろうと思わなくても OK です。でそれでどんな行動をすれば目標を達成するのに役立ちますかっていうような感じで、今度は私は1日に少なくても30分間は運動したいと思う、糖分の多い食べ物は対する欲求は弱くなり日に消えていく、そして食事の時にいつも半分食べると満腹だと感じると、寝る2時間前には食べるのやめる、ああそうしてるととってもいい気分だという感じですね。やって最後に、川の流れの中に思いを流すというふうなことをしていくというふうなことをし、こちらの方でこうしてください、ああしてくださいと言いますんでですね、でそういうような文章をですねこれから、書いていってもらうと。でこれを書いたらどうするかっていうとですね、これをか、あとこの書くときに、その瞑想なんで目つぶってるんですけども、書くときはですね、目を開けて書きます。体が向かうでインスピレーションを書くと。で、筆が止まったら書くのをやめて、目をつぶり深呼吸を3回すると。で、また、体が向かうでインスピレーションを書くと。これを繰り返していくと、ずっと瞑想の状態を保ったまま、何十分でもですね、書き出すことができるんですね。筆が止まったら書くのをやめて目をつぶり深呼吸を3回する。深呼吸を3回するときにですね、課題のことを思い描きながら深呼吸をしていると瞑想から覚めてしまうんですけども、ただひたすら深呼吸に意識を向けて3回しているとですね、瞑想がまた深まっていくんですよね。で、また課題を向かべてインスピレーションを書いて、で筆が止まったら書くのをやめ、目をつぶって深呼吸をするっていうのをしているとどんどん瞑想の状態が深くなっていきます。でこういうふうなものをですね、ずっと今、その紙に書いてるところなんですけども、それをですね、書いていくと。
それで、でそのそれでですね、3分間こちらの方で時間をかかっていきますのでですね、どんどん書いていって、あの瞑想の状態になってから書いていくということを行います。何か質問ありますか。叶えそうな近い目標ということですね。そうですね。いきなりあの億万長者になるというふうな目標を立てると、あのなんできないはずがないじゃないかと思っちゃうんで、とりあえずあの年収1000万から目指そうとかですね、500万から目指そうとかですね、それとかいうような感じ。だからその体重の方も、20キロ減らすとかっていうと結構大変ですけどもですね、5キロになっていうとあの分かりやすいとかっていう感じですね。そうやってその達成が可能性があるなっていうふうな感じのですね、目標にして、でそれが目標が達成できたら次の高さ、それが達成できたら次の高さというふうな感じなんですね。でその時にその自分の目標っていうのはその年収1億なんですよって言った場合には、あのその1億っていうのは否定しちゃうんじゃないですね。そういうのを掲げといて、でそれを今いつかいつまでの間だったらこのぐらいには頑張ったらできるだろうなっていうふうなのを定めると。20キロ体重を落とすっていうところでいきなり20キロとあの落としちゃうとシワだらけになっちゃうんですね。実はですね、私の場合17キロぐらい落としたんですけど、結構あのシワだらけになっちゃいましてですね、そのたくさん流さないのは落とさない方がいいんですよね。だいたい1ヶ月に3から3キロぐらい落としていってあげれば、あのそういったこともなく落ちるんですけど、でそうすると期日がいつまでだとしたら、あ大体その1ヶ月と3キロぐらいだとしたらどのぐらいできるなっていうような感じでですね、やっていくと自分の中でも、あ1ヶ月3キロぐらいだったらできそうだなっていうのを思えるので、どんどん進んでいくんですけども、1ヶ月間で20キロ落としましょうとかって言っちゃうと、もうそんなのは苦しそうだからやりたくないと思っちゃうと達成できなくなっちゃうんですね。ですから達成できる、達成したい目標っていうのを細分化して達成できる目標っていうのに変換していくっていうのが重要になってくるという感じで、他に質問ありますか。あとはやっていくうちにですね、分かりますし、それからあとメンバーサイトの方でですね、どんどん何度もあのやっていくことができますので、これで大体1週間ぐらいかけてですね、この時間自分っていうのを作成したら、残りの3週その1週間かけてやったら残りの3週間でですね、これを繰り返すということをしていくんですね。でまたその3週間経ったらまた新たに自己暗示文をブラッシュアップして次の目標というような感じでですね、やっていくとどんどん、自分の中でですね、なりたい自分というのを達成できるようになっちゃうというふうな、結構すごいことができちゃうんですよね。これじゃあ、いきましょう。目をつぶってを深呼吸を返してください。それから自己暗示文を作成する瞑想を行いましょう。意識を第一チャクラ尾低骨に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして尾低骨のあたりが温かな赤色に満たされているところを想像しましょう。母なる大地のエネルギーと大地チャクラがしっかりとつながっているところをイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。さあ今度は意識を第二チャクラ下腹に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして下腹が温かなオレンジ色の光で満たされているところを想像しましょう。生きる希望にあふれ、人生を情熱的に生きている様子をイメージしてみましょう。そうしていると、とってもいい気分です。
セカンドアイシキョン第三チャクラ、水落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、おー、そして水落ちが暖かな黄色に輝いている様子を想像しましょう。水落ちが黄色です。おー、宇宙の導きによって大きな地震が湧き上がっている様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。おー、再意識を今度は第四チャクラ、胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、あー、そして胸が綺麗な緑色、胸が綺麗な緑色に輝いている様子を想像しましょう。あー、自分自身を愛している様子をイメージしてください。そして他者を愛している様子もイメージしてみましょう。そうすると他者からも愛され、無条件の愛のエネルギーを感じ取っている様子がイメージできます。そうしているととってもいい気分です。あー、さあ今度は意識を第五チャクラ、喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして喉が美しい青色、喉が美しい青色に輝いている様子を想像しましょう。自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。そして人の話も快く聞いている様子をイメージしてみましょう。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしているととってもいい気分です。さあ意識を第六チャクラ、頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして頭の中心が美しい藍色、頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像しましょう。真実を見通し、直感力にあふれている様子をイメージしてみましょう。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしてください。そうしているととってもいい気分です。最終今度は第七チャクラ、頭頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。次の音を聞きながら、そして頭頂が美しい紫色、頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像しましょう。工事の世界とつながっている様子を考えてみてください。そして全てを理解し、全てを知る、
すべては一つであるというワンネスの世界をオンに面しているととってもいい気分です。さあこの高意識状態において自己暗示文を作成する、そんなことを行ってみましょう。そして頭の中に浮かんできたことを紙に書くときには目を開けて紙に書いて、筆が止まったらそれ以上書き続けることなしに目をつぶって深呼吸を3回します。呼吸をするときには呼吸にも意識を向け、呼吸が終わったらインスピレーションを思い浮かばせ紙に書きます。そしてまた筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回する。それを繰り返していきましょう。さあ3分間ずつこちらの方で時間を測っていきます。2分半経ったら深呼吸をするように促しますので、そのように行ってみてください。さあそれではこれから自己暗示で達成したい目標は何か、2分半かけて紙に書くのを行ってみましょう。途中で筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回してください。はい、お願いします。さあ今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。そして今度は2番目、目標を達成したら生活はどう向上するか、目標を達成したら生活はどう向上するか、その目標値を文章の中に織り交ぜて作文をしてみてください。はい、お願いします。
催眠書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回にしてください。さあ今度は目標を達成したときどんなことをしている自分が見えますか。何々している自分が見える、そんな文章にしてどんどん書いていってください。何々している自分が見える、自分が見えるという一番最後に言葉を入れて文章を作っていきましょう。文章の内容は2番目と重複してしまっても構いません。さあ書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度は願望実現をしてとっても喜んでいる自分自身のある日を具体的に具体的に思い描いて紙に書いてください。願望実現したらこんな素晴らしい人生をやってくるというその具体的な様子を紙に書いてください。お願いします。目標を達成することで得をしている場面を現在形を使って書いてみましょう。
そして一番最後に、文章の一番最後にとってもいい吸音入れて、今書いている文章を書き終えたら目をつぶって深呼吸音3回にしてください。そして今度は、どんな行動をするように暗示すれば目標を達成するのに役立つか、どんな行動をするように暗示すれば目標を達成するのに役立つか、具体的な行動を書いてみましょう。さあ、今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度はそのようなことをやっていくにあたって、自分自身の中でいろいろ気になってしまったこと、もしかしたらできないのではないかという恐れ、それらを紙に書いて、目の前にとうとうと流れる宇宙の流れの中に投げ捨ててしまいましょう。自分の中の願望実現に対するネガティブな思いを川の流れの中に投げ込んでしまってください。はい、お願いします。
さあ今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ自分自身がしっかりと願望実現ができてとっても喜んでる様子を描いてください。そして激しい運動をした後に呼吸を整えていくようにそれぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ胸のエネルギーが沈まります。そして第3チャクラ水落ちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ下腹のエネルギーが沈まります。そして第1チャクラ尾低骨のあたりのエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら手と足の指先を動かしてください。手首足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。さあどんな感じだったでしょうか。感想を教えてください。どうでしたか。どうでしょうか。はい、アンジセプセリンとしては、収入アップを目標にしていました。でどんなことが見えるか、生活向上上は、リラックスして楽しく生活をするなど、そういったものをが向上、生活向上として伺いました。で見えるのはですね、余裕、時間とか余裕とかそういったものも得られるということで、で、そうですね、あとはどんな行動をするとか、くよくよしないとかね、そういったことが今回出てきました。で、ネガティブなものとかな性で、そうですね、綺麗にできたと思います。以上です。ありがとうございます。はい、どうでしたか。はい、達成した目標は、家にある不要なものを捨てて欲しいと思います。電子レンジ、今使ってないんですけど、電子レンジとか、洋服、書類、古い書類、目標を達成したら、生徒がどうなるかとか、平和が立つことで、夜をしたり、心が落ち着いて、毎日こうするか、楽しいところで、目標を達成したとき、どんなことをしている自分を見ますかということでですね、実際、今、電子レンジの中も楽ではないですけれども、パンも酵素玄米を食べているので、冷めたご飯を温める必要がそもそもなくて、そういう、今現在のものなんですけど、目標を達成することで得をしていくと、感動というか、毎日ヨガをしたり、ブログアップして、そのブログで書くネタがなくなったら、食事のアップ、小さな。どんな行動をすると目標達成するのに役立ちますかということで、電子レンジを粗大根に出す手続きを進めるというところです。必要のなくなった書類などを
分類をして、まあ、必要なものと必要なものを分けて分けると。洋服も着る機会がほとんど何なのを着てるとか、あとは何かで見たんですけど、外国の人たちだとかそういったものもあると思うので、そういったことを。でそうやってやっていくとなんかね、できるような気がしてきてですね、実際にやってみるとどんどん当たってきますね。これでこのよりこの暗示文をですね、完成させた完成度の高いものにしたい場合には、大体これを1日その30分ぐらい時間を決めてですね、この書いていけば1週間もするとですね、かなりいい文章になってきますのでですね、でそしたらその後その残りの3週間かけてまた瞑想の状態になってこのやつを読んでいくんですね。読んでいくとさらにやる気が出てきますので、途中で変更したくなっても変更せずに3週間経ったらまた、そう目標っていうのはこの文章を書いてその実際に実行する3週間で1ヶ月なんですね。そしたらまた次の1ヶ月になったらまた文章を書き換える、で行動に移すとかってこうやっていくとですね、どんどん自分自身が変化していっちゃいますのでですね、非常に楽しいなって。だからそうやって1ヶ月というふうな区切りをつけてですね、どんどんやっていくと自分の人生がですね、どんどん変わっていくわけですね。で途中でこういったものをですね、その3週間のうちに直しちゃうと目標がぶれちゃうんですよ。目標を直すのはその月の初めの1週間というような感じでですね、やっていくのがコツになってきますですね。で今後の瞑想の仕方なんですけども、この神経脳の中の神経細胞からですね、たくさんのですね軸索が出てるんですけども、でその瞑想するとこの軸索がですね、パッと新しいのが つながるんですけども、で瞑想そこでやめちゃうとまたこれが切れちゃったりするんですね。ところがこの瞑想をですね、毎日毎日続けているとですね、しっかりとつながって信号伝達が上手にできるだけじゃなく、随所っていう作用がここにかかりますですね。でこれはですね、信号伝達速度を100倍速くする、そういう働きがあるんですよね。でそうすると脳内にですね、高速ネットワーク作りというのができましてですね、願望実現のための高速ネットワークができる。でこれができるのに100日から数十年かかるんですけども、昔の人はこれを、経験的に知ってまして、お百度回りというのをしてるんですよね。ですからそうやって100日ぐらいかけてですね、一つの目標をしっかりと、達成していくというふうなことをしていくのが重要と。でこの時にその一番最初の頃というのはですね、モチベーションが上がるんですが、2週間目3週間目とかというと下がるんですよね、大抵。でこれはなぜかというと、このセロトニンというですね、神経伝達物質の働きで、セロトニンが出だすとですね、多く出てるよっていうフィードバックがかかるんですね。でそれなんでセロトニンを一時的に減らすというふうなことが起きてしまうんで、こんなモチベーションの低下が起こるんですね。ところがこれを十分に知っていて、セロトニンをですね、出す瞑想を続けていると、たくさんインパルスが出てですね、たくさんセロトニンが出るようなんですね。でそれが 2,3 週間で早くなり始めるということで、 2,3 週間経ちますとこうやってですね、またモチベーションが上がってくるというふうな感じになってきます。だからここがあるというのはですね、知っとくのと知らないのとは全然違ってきますのでですね、ここのところで大抵の人は崩れちゃうんですね。でこれがそういった脳の仕組みなんでしょうがないと。なのでその例えば、5月5日の子どもの日にですね、願望実現セミナーを やったりとか、ガソニックメディテーションは4月の、第3土日と第4日曜というような2つのコースなんですけども、これに申し込んだりとかしてるとですね、張り合いが湧きますんで、実際にこういうのがやりますとどんどん上手になってきますのでですね、参加されるといいと思います。といったわけで今日やっていただいてですね、瞑想というのはこんな可能性があるんだと、で今日2時間のセミナーはこんな感想でしたというのを教えてください。どうでしょうか。瞑想は誘導していただかたことを感じないんですか。自宅でやるときは、自宅でやるときは全部ですね、ネットで声がですね、いろんな瞑想の種類がありましてですね、1ヶ月大体10個とかのが1回 そのセミナーでいうと10個、2回目で20個、3回目で30個とかって感じですね。かなりの量の誘導がありますのでですね、それを聞きながらやってると、やがてそれを聞かないでも自分でもできるようになってくるという感じになりますので、最初のうちはどんどんそれを聞いていってもらえばですね、上達がすごく激しく早くなります。
だから何かあの人が習うときにはとりあえずあの基本をですね十分に学んで自分が後で応用編を作るっていう感じですね。ですから最初の3ヶ月間はそのネットからダウンロードをしてですね誘導が聞けるようになってますので、それを聞いてもらえればどんどん伸びていっちゃいます。であとはあのアドバンスセミナーとかっていうのもあったりなんかしますの で, です、ね、もうあの悟るところまで行っちゃいますのでですね、悟りまで行っちゃいますので、悟りの境地を垣間見るところまで行っちゃいますので、結構すごいところまで行きます。だからあの安心してですねやっていただければ大丈夫ですので、ですね他の瞑想法ですと悟るとかっていうところはあの何十年もかかっていくんですけど、ラディアンスの場合には数年で行きますので、ですね楽しみにしていてください。あとどうでした、今日セミナーを受けていただいて。習慣とかの感じるとかが上手かしつけするので、毎日やるよってことだったので、やっぱり どうしても途中で最初はこう思ってても、どうしても途中でやめちゃうから、そこがこう気に入るって続けていく勝負もそうなんですけど、変えずにそこがうまくできるようになっちゃうのはソニックメディテーションでですね、さっき の, あのこうやって落ちてくる仕組みをですね、あのそこのところをどんどん埋めていくことができますので、ですね、うまくいっちゃうんですよね。だけど他のやり方だとそういったところまで分かってなかったので教えてくれないんですよ、そこまで。それの抜け出し方とかっていうのもですね、あの誰も教えてくれないんでですね、結局そこでドツボにはまっておしまいという、これだと確実に上がっていくということができますので、願望がどんどん絡んでいっちゃうんですよね。笑いが止まらない時間ですから、ありがとうございます。どうだったでしょうか。瞑想の可能性と可能性は、先ほどの説明であのネズミの写真が出ましたけど、まあ、とても、幸せなあの表情をしているんですけども、そういった表情というのは、なかなか動物とかっていうのは表情っていうのは豊かではないんですけども、そういった幸せな笑顔っていうか感情、あの表情ってできるのも、なかなか人間は表情豊かですけども、まあ、喜怒哀楽がいろいろ出ると思うんで、まあそうですね、顔でなかなか表情笑顔を作ると気持ちもそっちに向いてくるとかっていうお話もあるんですけど、なかなかそういったやってはいててもそういうふうにできているのかなっていうが疑ってしまうんですけども、こういう瞑想とか作業によってそういう中身から変わってくることによって、あのいい笑顔ができるんじゃないかなと思いました。セミナーの感想としましては、やっぱこうあの言葉的に良い、あのポイント的にいい、とてもいい気分ですっていうのを言えるだけでもだいぶ違うという感じがあったので、参考にさせていただきたいなと思います。以上です。ありがとうございます。それじゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
旅行をやっていきますと、ここで願望実現セミナーとかっていうのと、願望実現セミナーでこうやって言うこの本をですね、この独自のなんかあれなんですか、はい、このコンテンツっていうんですか、こういうライディアンス専用のやつなんですよ。こうやってさあ、これから願望を実現化するという瞑想を行いましょうっていうのはですね、これ書いてたりとか、これは本当はテキストがあったりとか、これが毎月1000円ってやつですか。そうですね、こういうのを聞いていくのが、あの有料セミナーに出た人が、あのそれぞれの出たセミナーの誘導に聞けるっていう、でこういうんだとこういうのとかってこうやってどうかって動画で、あのこれからですね、このソニックメディテーションっていうような感じですね。こうやっていろんなのがかなり充実してるんですね。 でこれまではその紙のテキストとかあの CD とかであのいろんなセミナーで配られてるじゃないですか。で今はネットの時代ですからね、あのスマホでも PC でもネットにつながれば全部これができちゃうっていう。だからあの普段ねスマホを持ち歩くじゃないですか。でそれであの瞑想ができたりとかしますね。で それで通勤の時にやってた。そうですね、通勤の時にもできちゃうと。おいで今日のやつと同じような今日のメンタルの4となりたい自分になるとかだとこういうふうな感じでですね、これはと2016年の10月に、録画したんですけども、それができると。でまたこのところに、2017年の 3月29日っていうのですね、あのたくさん、入れたんですけど、そのアップするのなかなか時間がなくてできないんですけど、こんな感じでやっていったりとか。で、この、こう、次は1なら1とかっていう感じですね。こんな感じだったり、ずっと24個、ピュッ、出たりとかして。長い道なんですね、成功するのは。だけどこれ、24個ってはそのあれなんですよ、3ヶ月間。ね、人生、私の場合は120まで生きるのが目標なんですけども、そういうのをレベルアップしていくのにその3ヶ月間頑張るとガッと回っていくと、であとはずっとそれを続けていけばどんどん良くなっちゃうんですけども、ね、それであのその再婚初婚の時は結構辛い人生を過ごしてるんですよ。動きとかたくさんしちゃったりもしたんですけど、もうあのその再婚してからその浮気をしようなんて気にもなんないみたいな、毎日は楽しい人生をやってるって感じです。それがあの51人とかですか、まだ50歳になってないと思いますので、ですね、あの十分に間に合いますので、ですね、51歳になっても再婚ができちゃうっていうのがなんで、あの今からで実際にあの結婚相手によって人生全然違ってきますんでね、毎日楽しくその生活ができる相手とかっていうのをね見つけ合ったりとかすると絶対いいですよ、ね。